九十九里浜片海漁港片海漁港は、千葉県三部郡九十九里町にある第四種漁港。九十九里浜南部の作田川河口に位置する。片海の地名は、紀州片浦の漁民によって開かれたことに由来し、当地は江戸時代を通して、地引網による岩資料で活況を呈していた。しかし、明治維新後機械アグリアミンが登場すると、九十九里浜は、 遠浅な砂浜海岸であり作田川河口も、動力船の漁港には狭すぎ、漁船の大型化への対応が難しかっため漁業は一時、衰退した。第二次世界大戦後には、アメリカ軍が進駐、豊見町に、高射砲射撃演習場キャンプ型会が設けられ、オネストジョンの発射訓練などが行われ、漁獲不振に拍車をかけると騒がれていた。そして、 九十九里浜闘争が始まり、1957年半ばには、演習は無期限中止になった。この、アメリカ軍の校射砲射撃演習場の中止に、伴って拠出された、総会漁業保証金を基金として、1960年に着工、総工費6億5000万円をもって、1962年作田川河口に、日本全国でも、 珍しい砂浜漁港である、片海漁港を出現させ、現在に至るまで、漁業の町、イワシの町としての九十九里町の面目を保ち、観光資源の柱となっている。本漁港は、海岸近くを走る千葉県道30号、飯岡、市宮線沿いに、市街地が形成されているところにあるが、第四種漁港として、離島その他辺地にあって、漁場の開発または、 漁船の避難所を特に必要な港港に相当するため、利用漁船が安全円滑に出入港できる航路の確保や円滑な輸送機能を確保するため、幹線道路とのスムーズなアクセスを図る道路の整備が進められている。海の駅九十九里港配置には海の駅九十九里があり、イワシ漁に関連する品を展示するイワシ資料館や地元の農水産物等を出品している。 農水産物直売所、直売コーナーがあり、地元産食材を提供する飲食店、食体験コーナーや、漁港や海を眺めることができるデッキが設けられている。水揚げされる代表的な魚介類一覧、以下、主な漁業一覧。ありがとうございます。